はい、インディーズバンドオルムさんのリーダーことボーカルのランです。ルーメイトの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、ちょっとこれも初めてなんですけども、石川さゆりさんをちょっとやろうかなと。なんかついに来ました感がすごいですよ。ついにそこ来ましたか。僕実はこっそり好きなんですよ。いや、まあ、そんなめっちゃ聞いてるわけじゃないんですけど、言ったら天城越えのイメージがすごい強いですけど、あるんですけどもね、はい、今回は、はい、若い方もまあこれは知ってるんちゃうっていうのをちょっとチョイスしたんですけども、はいはいはい、実はご本人の公式チャンネルがありまして、はいはいはい、僕登録して見てるんですけども、そこでちょっとねおすすめで上がってきた動画がありまして、はい、それがおうちでライブっていう、おうちでライブ、おうちでライブってされてる、おうちでライブっていうかその YouTube でライブ配信されてたんですよ。あー、なるほどね。石川さゆりさん自体が、はいはいはい、これすごいと思いません、はい、石川さゆりさんが YouTube っていうのを 歌ってみた的なことをやってるんですよ。へー。その中の一環で今回ホワイトクリスマスと、あー、はいはいはい、はい、ウイスキーがお好きでしょうっていう、もう少し、そうそうそう、喋りましょうってやつね。この曲を聴いてみようと。あえてその5本の持ち歌じゃないやつを、まあ、ウイスキーはあれですけど、ウイスキーはもともとが石川さゆりさんの歌なんですか、うん、あ、そうなの。いろんなパターンがあるんで誰か分かんなかったです。多分そうでしょ。ウイスキーが好きでしょう。ちょっと待ってください。もともと最初歌ったの石川さゆりさんやからな。あ、そうなんですね。しか知らないよ俺、それ以前に歌ってた人は。僕は知らない。なんか私いろんなパターン見すぎて誰が元なんかがよく分かってない人ですね。で今回そのご本人が上げている YouTube があるんで、あ、ホワイトクリスマスと、ホワイトクリスマス、そう、これだからあえてそのご本人のその演歌の方じゃなくて、ねね、こっち側の違う方を聞いてみようかなと思って。おー、なるほど、はい、ちょっとじゃあ行ってみましょうか。はい、はい、ちょっと途中から行きますね。はい、 YouTube で見ていただくちょっと一回じゃあ今打ち合わせ中ですね。この声がいいな、喋り声がいいな、もう喋り声から結構すごいな、うん、わあ、アコーディオン、おお、スタジオで、こんな広いスタジオでやりたいな、ね、あ、ヘッドホン外した。最初の音さえ取れたら歌えるっていうことですね、これね。すごいな、茶色気やった。うわうわ、これギター一本でいいこの歌こういうの似合うな、意外にな。演歌のイメージが強かったんで、うまっ、うまっ、いいな、このアコーディオンのこのちょっとシャレとんな、ねねね、アコーディオンってやっぱ上手い人が弾くと気持ちいいけど、うん、下手くそな人のって聞かれへんやんか。うるさくて。それすごいわかります。あ、変わった。あ、もう俺ここにあるわ、ウイスキーね。万能ですね、この方。やば、ちょっとサブイボ立つわ、これ。喋るように歌うの、うん、ささやくような感じね。じゃあ、歌の出し方すごいな、これ。この方も口が横に開くでしょ、うんうん、あんまり開けないの、うん、歯があんまり離れない。この方もなんかなんかビルボードぐらいのところでやってくれたらめちゃくちゃ堪能できそうですね。ね、ね、ね、でも世界観作るのがうまいですよね、声だけで、うん、すごいな。チェロか、かっちょえ。あ、なんかなおしゃれやな、ねね、
このセットリストであのさクリスマスライブやってほしい。いや、そうですよね。あ、ええな、アコーディオン。アコーディオンめっちゃうまいやろ、この。めっちゃええわ。いや、我々のバンドの仲間でもアコーディオン弾くのおるんですけど、やっぱりちょっと、全然ちゃう。そらそら、難しいと思いますよ。めっちゃ難しいよ、この音の調整は。ねね、このセリフは何だったんでしょうか、今。ホワイトクリスマス。あ、戻ってきた。クリスマス。ちょっと息が。これむずー。最後のこれむずー。ちょうどよかった。クリスマス時期ですから、12月ですから。ほんまですね。ほんまですね。おお、すげえ。あ、喋っちゃったんですね。セリフではなく喋っちゃったやつですね。かわいいな、これ。でも元々の声が良すぎですね。元々の声がもう元々の声が良すぎるわ。色気ある、うん、可愛らしさある。そう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 、このアコーディオンの人すごいよ ね。あ、なんかめっちゃかっこいいわ、うん、このアコーディオン。喋っちゃったよ。いや、この人独特やな、やっぱり、うんうんうん。今なんかね、モニターで確認してるシーンが流れてるんですよ、自分の歌も。いや、このシリーズだけのライブやってほしい。ねえねえねえ、あの、この英語の歌 のニュアンスがすごくこの方表現するのがうまくて、うんうん、日本語の歌に切り替わった時と全然歌い方違うじゃないですか、うんうん、すごいなと思って。結構こんなお茶目なところあるんです ね。なんかすごく可愛らしい方ですよね、喋、うん、ってる雰囲気が。これもう喋り声で、ね、何でもいいこと聞きます、うん、すごく可愛らしい方だなと思って。なんかここまで演歌ですごい地位築いてる方ってなんかこう、うん、ちょっと大御所感出るじゃないですか、喋、うん、りがねえ。さあ、ちょうどクリスマス時期やったんで良かったですね。いや、本当ですね。いやー、え、今石川さゆりさんって、いや、石川さゆりさんマジでうまいっすね。64歳だって、64歳。めっちゃ綺麗だし、声が何せお母さんと同い年、うん、やばっ。声がね、めっちゃお若いんすよ。若いっすよね、声。いや、まあ見た目も若いけど、めっちゃお若いんすよ。なんかこんな可愛い声出せるんすね、みたいな。これはね、ちょっと僕男としてやられますね、この声は。これはね、ずるいわ、ずるいわ、ずるいわ。でも、普段天城声とか歌われる時ってどっちかというとどっしりとした感じの、そうそう、ドエンかいう感じの、うん、なんかこう拳もバチバチ聞かせてっていうのがあるんですけど、うんうん、ところが今回のこのホワイトクリスマスとウイスキーがお好きでしょっていうの、全然その気配ないでしょ。もうあのホワイトクリスマス あの曲に関してはもう別人のレベルで歌い方が全然違うのと、うん、声の質もどちらかというとこう低音成分 その倍音を多くして歌われてるっていうのがすごくて、うん、やっぱりその英語の曲ってやっぱりこう発声方法も違うければ、うん、なんか聞こえ方も全然違ってくるので、そこのニュアンスをうまーいことを表現されて全然耳にスッと入ってくるんですよ。なんか私の印象的にはなんか演歌歌われてる方って他の曲歌っても若干そのニュアンスちょっと出てくるじゃないですか、うん、なんか やっぱり癖なのかなっていう部分があるんですけど、うん、器用ですねこの方。さあ、ランさん、今日までは石川さゆりさんどういう印象持ってました？え、あの天城越えのド演歌な感じでしょ。でもこういうことがですごいな。これでも普通のジャズシンガーとかそんなに全然うまいよね。シャンソンとかでもいける感じですよ ね、 このね、全然トップレベル取れるよね。これはすごいですよ。
で終始この何ですか、あの、まあ、いわゆるウィスパーボイスって言って息の成分を多く使うような歌い方をずっとあのホワイトクリスマスの時とか特にですよ、なんかため息つくような感じで言ってみたりとかっていうのがあるんですけど、コントロールやばすぎる。でそこになちょめっちゃ色気あんねん、これほんま俺やられるわこの声、はあ、すごいですね。この強弱のつけ方もそうですし、でよく見ると歌う時に上の歯と下の歯1センチも空いてないね。あんまり口開けない方ですねこの方ね、まあ、これ多分このこういう洋楽的なホワイトクリスマスとか英語の曲とかウイスキー、まあ、こういう感じの曲やからそういう風に歌ってると思うんですけど、まあ、演歌の時もそこまでこの方ガーって縦にはあんまり開かないですね。この間 NHK か何かで天城越え歌ってらっしゃってたんですけど、うん、思ったより口開けないんだなと思って私見てたんで、うん、そうあーうまいし声いいなと思いながらそれを聞いてたんで、それをその印象が強い状態これ聞くと、うん、え誰っていう感じじゃないですか。いや声は石川さゆりさんやけどえ誰みたいな感じなんで、すごもともとのこの声質良すぎやな、うん、すごいな。あとやっぱり歌う時のニュアンスの捉え方がすごくこの方たけてますよね。もともとの使ってる言語の世界観潰さないように、うん、あのでしかもかつ自分のオリジナリティも絶対混ぜてるっていうところが、うん、もう脱帽ですよね。これでももう絶対耳のいい方ですね。です耳のいい方の歌い方ですね。本当細かいところニュアンスまあ、でもきっちり、うん、あの崩さずされてるんで、なんかのね昔番組で、はい、ステージ裏のやつやってたんですよ、はいはいはい、石川さゆりさんの特集をやってたんですけど、その時にやっぱり音のことはすごい支持されてましたね。あーなるほどね。もうちょっとこう聞こえやすいようにっていう、その音響にさんに指示をしてるっていう姿が映ってたりとか、いやでそのまた指示の飛ばし方がすごいんですよ。もうドーンとしてて全然優しいんですよ、うん、優しいけどもうはぁーみたいな感じもう言わさない感じですよね。もう言わさない、わかりました、了解ですねなるんですよ。全然優しく可愛くやられてるんですけど、言ってることが的確すぎるんでしょうね、うん、音響の方もあ、分かりましたそれはちょっとちゃいますねみたいな感じになるぐらい、うん、だから多分結構もうすごいトップレベルに耳のいい方やと思うんですよ。微細に音はあの聞き取れなかったら、うん、こんなにも器用に歌い分けてできないんで、出力ができない、はい、うん、聞けなかったら、はい、だからかなり耳いいなこの方って思うんですけど、うん、私このホワイトクリスマスが衝撃的すぎてやばーみたいな、いやこのなんかこう消えるような、うん、消えないような声で、うん、その息がちょっと入って、うん、で元の声質もいいから、そう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 、わんないそう、なんかあの音符の乗せ方もちょっとこう、うん、いいじゃないですか、うん、この若干後ろ乗りにこう全部乗せていく感じとか、うん、ただ日本語になったらまた違う音の当て方してて、俺石川さゆりさんも見に行きたくない。いや見に行きましょうよ。すごくないですこれ。私ちょっとなんかあの演歌歌ってる人って勝手に自分で思ってたのが恥ずかしいなと思って。この方すごい天才ですよ。すごいですよね。天才中の天才やと思います。やばい、本当にやばい。これ僕もちゃんと見た初めてなんですよこの今動画ね。うん。うん、ちょっとだけ見たんですけど、僕もなるべくあんま全部見ないようにするんですよ来るまでに、はいはいはい、触りだけだったとあこんなんねっていうぐらいしか見ないようにしてるから、今ちゃんと見たんですけどやっぱすげえな、興奮するわ、うん、なんかもう男心がねえ、もうこの声とこの歌聞いただけずっしーんきたからね。他のジャンルの曲もなんかこう聞きたいですよね。だからこういう、ね、なんかシャンソンライブやってほしいですね。ねえ、シャンソン系の延々聞いてられます、はい、あの本当ビルボードとかのレベルのレベルというか大きさのところで本当天才だと思う。だから日本語のわびさびと英語のわびさびがちゃんと分かって使い分けてらっしゃるんで、そうそうそう、日本語のその演歌になった途端も全然変わるでしょ、ね、全然変わるんで、これめちゃくちゃうまいです。なかなかいないですよ、うん、ここまでできる方って。だいたいちょっとは引きずられるんですよ。そうなんですよ。
この人全く引きずられてないもんね、うん、石川さゆりさん。もう別のもんとしての表現ができるって、うん、いやもうこれなかなかできないですよ。しかもこう演歌ってもう癖の塊じゃないですか、独特の歌い回しするんで、うん、だから演歌を歌ってる時は石川さゆりさんで、こういうまあ言ったら英語の曲を歌うときはさゆり石川なんですよ。さゆり石川なんですよ。本当そうですよね。ほんまにそれぐらい違うんですよね、ものが。ねえ、いや声は一緒やねんけど、歌い方とかその技術的なところは全然違うことやってるから。ここまで歌い方変えるだけでこんなに声って違って聞こえるんだっていう、うん、まあすごい勉強になる動画ですよね、これね。私ちょっともうなんかすごすぎてショック、ね、ショック、ショック、驚きを通り越してショックですよね。ユアショック、いやユアショックですよ。今本当にほんまに驚きで空が落ちてくるぐらいの勢いですよ、うん、ほんまやばーみたいな。いや天才中の天才やと思う。だからこそ第一線ずっと走り続けられるっていうのはあるとは思うんですよ。いま、うん、だにあの、ね、天城越えってまたあれ難しいんですよ。あれちゃんと歌えないですよ、あれどんだけ上手くても。あの方の天城越えがやっぱりもう、うん、群抜いてる、群抜いてすごいじゃないですか、うん、なんかやっぱりいろんな方がカバーしてるんですけど、あの凄さは出せないで、なんていうんですかね、すごく歌詞過激な歌じゃないですか、うん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 、あの世界観を忠実に再現できたの石川さゆりさんだけなんですよ、うんうん、あの最後のところ、そう悲しさっていうかさ、うなんか全ての感情を乗せた一発が出る、なんていうんですかね、殺したいぐらい愛してますっていう風な、うん、その表現のその難しいじゃないですか、そのなんていうんですかね、うんうん、愛憎とか憎とかそこら辺のところ、その表現がもう如実に声で綺麗に表現されてるんで、うん、でもね石川さゆりさんって意外とね、うん、ロック好きの方からとかも評判いいんですよ。コラボされてましたよね。こんだけパワーあったら全然いけると思いますもん、うん、いろんなジャンル歌えるね。でも私天城越えを聞いた時に、大体の方のカバーって天城のところのギーをめちゃくちゃパワー出して歌うじゃないですか、うんうん、石川さゆりさんね、シュッて抜くんですよ。天城言うて、あれ意外に抜くのここみたいな、行くとこ行きそうで行かないっていうね。そこのなんかちょっとまた次回天城越えは聞いてみましょうか。そうですね、本当にねこの方の表現って奥が深いんですよ、聞けば聞くほど。まあ、先に私はテレビで聞いちゃいましたけど、でも改めてこの動画で聞くと、もっとなんかいろいろ発見できることがあるんだろうなと思って、ちょっとなんか今ヒートアップしていろんなものを引き出しビヤッ出してしまいましたけど、ナンさん見てください、これね、ちゃんと公式 YouTube 貼っときますんでね、はい、いやこれはすごいですよ。いやこれね YouTube めっちゃ面白いんですよ、ね、ご本人が歌ってみたされてるっていうのを、この演歌歌手であんまないよなっていうのは、んですよね。石川さゆりさんほどの方がほどの方がですよね。この話、やってるんですよ、歌ってみた動画みたいな。すごいな。お家でライブとかで、これコロナだから YouTube で発信してみてねっていうのをこうやってやられてるんですよ。はあ、でもやっぱり絵になりますねこの方。綺麗しな。綺麗。綺麗でお茶目で歌、ねね、超うまい。うん。あれ本当にうまいっていうレベルじゃないね。もううまいってことは、まあ、そういう表現じゃないね。この方やっぱり芸術を作られてる方なので、うま、ん、い、うん、の次元を超えて、もうなんかちょっとあがめなあかんぐらいのレベルですよね。いやー、ね、見たくなったわ。ほんで、このなんかこういうシャンソン系のなんかないかな、うん、ライブみたいな、そんなん全然、全然、うん、行きたい。あるかもしれないですよ。なんか、それか、ね、いつものツアーのところでちょっとそういうのやってくれるのが、両方聴けたらそれはまあいいですよ。それはね、二度おいしいみたいな感じになるんですけど、演歌も聴けて、ね、なんかそういうちょっと別の曲も聴けたらいいけど、うん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 、めっちゃ行ってみたくなったな、これ見ると。やっぱこの方の演歌って全然、なんていうんですか、お腹いっぱいにならない、ならへんねんな、全然くどくない演歌なんですよ。脂っこくないのよ。そうはぁ、不思議。そうなんですよ、そうなんですよ。だからこの方の演歌だけちょっと私別枠な感じなんですよね、うんうんうん、だからこそカバーされるっていうのもあると思うんですけど、うん、いや僕の中で結構最強ですね石川さゆりさんって。うん、あーええなー、
ちょっと深掘り今後もして、ね、しましょう。石川さゆりさんはちょっと、もうめちゃくちゃ楽しんでるんで、私この方好きなので、うん、大好きなんで、はいはい、ということでね、今回石川さゆりさんのホワイトクリスマスとウイスキーがお好きでしょ、はい、これ公式 YouTube 上がってるんでまた貼ってきます、はい、動画のリンクね、見てください、はい、絶対いいんで見てください、はいはい、ぜひとも、ということで、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てよ。ありがとうございます。いやすごいな、またすごい人いるね。なんかあの生きる伝説でこのことを言うんだなって思いますね。すごいわ。いや今のこのちゃんとホワイトクリスマスの歌唱をさ、うん、聞いたけど調整力半端ないよな、あれ。すごい。ものすごい微調整できる方ですね、うん、この人。ひっくり返るギリギリのところを攻めてるわけじゃないですか。うん、やばいですよね、うん、この、やっぱり自分の声帯を思うように操れたら、あそこまでできるんだっていうね。うん、だから、そのウィスパーっていうか、ウィスパーの中でも、一番こう、本当にね、消えるか消えないかのところやってるんですよ。でこれミスると消えるんですよね。消えるんですよ。はぁーってなってますね。そうそうそう、あ声出てへんかったみたいな。あれようあんねんけど、なんかこう分かりやすく言うと息 60% 声 40% が超むずいんですよ、うんうん、本当にこれ消えるか消えへんかっていうのがね。それを何度もこうこの動画では、そう何度もやってらっしゃってるんですよね。すっげえなと思った、この調整力で、音量とかのダイナミックレンジもすごいんですよね、この方。こんな細いとこからこう太いとこまで、そう音量の調整もすごいできるし、いやこんだけ難しいことをあれだけすごくこう朗らかに、うん、簡単そうに歌うのがもう、わーみたいな感じで、そう恐ろしいと思って、私だってもうちょっとこう抑える時とかクワってなるじゃないですか、人間はーみたいな。それもないんですよ。演奏してる人も聞き入るよねと思う。うんうん、うん、聞いてまうよなと思う。聞いてまうと思います。うん、すごい。でも本当なんていうんですかね、この歌ってる時にすごくこう頑張って歌ってますっていう感じも一切ないですし、うんうん、今年あれか50周年か、はそうに見えへん、このお肌もトゥルトゥルやし、ねえ、はあ、綺麗やし、この方はちょっと本当憧れやな。あのね、男性からのも憧れる、うん、なんかでもなんか普通の女性とちゃうね。違う、そらもう違いますよ、もう。はあ、モンドコロ見せられてるような。可愛らしいんですけど、なんかやっぱりこう持ってるオーラがすごいんでしょうね、うん、そもそもが。なんかね。多分目の前に我々もし、まあ、目の前に石川さゆりさんが いるとしますってなったら、そもそも目合わせることすらもできないぐらい恐れ多いっていう感じが出るじゃないですか。なんかすげえよ、なんかめっちゃいろいろ見たくなったな、この方は。でもこれをさ YouTube で公開してるって、もう この太っ腹さもすごいな。すごいですよね。もう YouTube でこうやってやっちゃえみたいな感じで、こんななんかセッション的なさ。でもこの方やっぱりこういう風なそのまあいわゆる新たな挑戦ではないんですけど、うん、今あるそういったまあメディアを使って新しいことに挑戦するっていうのに全然躊躇されない感じじゃないですか、うん、これを見てると、うん、あんまりその、うん、こうでなければいけないとか、ね、そうなんないっぽいですね。すごくこう柔軟な方だなっていう風に思うんで、だからこそこう新しいことも吸収しつつ、うん、他のジャンルの歌も歌ってみてとか、すごく好奇心旺盛な方だと思うんで、なんかねずっと成長し続けるタイプの方なのかなって思いますよね。このそれをしてるから歌声が劣化しないんですよ。そう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 、いろんな歌試して歌ってらっしゃると思います。しかもそれをなんか楽しんでやってらっしゃるじゃないですか。
なんか本当素敵だなって思いますよね。あ、でも歌のあるべき姿ですね、うん、やっぱりこう楽しんで楽しくやるっていう本来のあるべき姿をやってらっしゃるんだな、うん、なんか私はこうだっていう枠を決めずに、うん、なんかこう見てて楽しそうだなっていうことをすぐ実践されるタイプの方なのかなと思ったんで、うんうん、それがやっぱり全部歌に生かされていくんですよね、うん、だからこそこの方の表現ってこの方独自じゃないですか、うん、すごい強い個性持ってらっしゃるんで、もう声もそうですけど、うん、歌い方ですよね。で誰も真似できないんですよ。でけへん、石川さゆりさんって真似できへんな。声は似せられてもニュアンスまでは真似できないんで、いや、すごい方ですね。すごい方ですね。掘れば掘るほど大丈夫、もうこの声となんか、うん、歌の まさっていうか、もうすごすぎてちょっとね、うん、まあ、うまいな、次元を飛び越えた、うん、ね、はい、ということで石川さゆりさんのライブも見に行きたいな、はい、ね、そうです ね、ね、ちょっとそういうのも見てみたいなっていうのを、はい、ぜひとも、はい、ということでおっしゃったでございました。ありがとうございます。No.